準値、交差を設定して入力したデータの合否を判定することができます。判定は PC から出力される音と入力したデータの色で判断することができます。入力したデータが不合格の場合は数値を赤で表示します。キーボードを使って入力したデータも合否判定します。数値データではない外観検査などの合否については合格・不合格などの文字を登録して表示することができます。 ID 番号が一致したノギスを使って数値を無線送信します。0以外の数値を入力することで合格を表示、0を入力することで不合格を表示します。キーボード入力にも対応しております。データ入力後、同じ箇所を測り直したい場合、トランスミッタの C ボタンを押しながらデータ送信することで、直近のデータを消去することができます。手元でできますので、PC のキーボードやマウスを使うことなく消去し、そのまま測り直して続けてデータ入力することができます。言語を選択することによって日本語、英語、中国語、韓国語に切り替えることができます。